今回は随分経ちましたけど、食べ物屋さんの最後ですね。これです。さあ、何が出るかな、何が出るかなですけど、もう答え見せたんですけどね。では、こちらです、ね。これが、何のやつかというと、トミカの豚玉のお好み焼き号ですね。豚玉のお好み焼きだそうですね。まあ、なかなかこの豚玉のお好み焼きというのも、まあ、面白いといえば面白いですね。前はこれ、確かライオンバスかなんかのものだったんですが、20年ぐらい前かな。で、それをこうお好み屋さん用に改めて作り直して、要するに売れ残ったやつをこう回収して、それでまた新たにこう別のバージョンとして作ったんでしょうね。で、今度お好み焼きというふうになりました。で、それで作るにあたって、ここの部分をこういうふうにガラスみたいな感じで作りましてね。で、このようにしたと。で、お好み焼きがこう見えますよというね。ある意味ね、これ元はといえば動物園の車のライオンバスだったんですけどね。ある意味残酷でございますよ。ね。ライオンバスとして活躍していたんですがね。昔はですね。ただもうだいぶ走ってきたんで、ね。もう一つちょっとこうね、ちょっと作り直しますっつって、で、作り直したら、お好み焼き屋さんとしてっていうね。いくらあまりね、あまりその売れ残ったやつがいたからといってですね、こう、ライオンバスからです。お好み焼き屋さんにしたんですよ。残酷ですよ、世の中にはね。世の中ではそれほど残酷なんですよ。で、こういうふうにお好み焼きですね。なっていまして。ね。まあ、なかなかのこう、良い感じに仕上がっていて、この豚の目がね、ここも書いてあって、なかなか面白いですね。これがもうちょっとこう、なんか豚の目がこう、キョロキョロ動くような感じだったら、またこれもこれで面白かったんですけどね。はい。というわけでどうもありがとうございます。